なぜか大人気の中、連載終了した漫画参戦、ドクターストーン、ジャンプでも人気5位と上位だった作品、終盤はやや駆け足気味で連載終了、それまで丁寧に書かれていた過程が省かれるようになったり、伏線が回収されないまま終わったことで打ち切り説が上がった、こだわりの強い作者だっただけに、ドクターストーンにかけて、石イコール14号で終了することにこだわったためだ、と考察されている、悠々白書、90年代前半にジャンプで人気を博した作品、ラストに書かれた魔界統一トーナメントが突然終わる、という衝撃的な最終回だったため、物足りない終わり方に打ち切り説もあった。実際には打ち切りではなく作者の体の都合や漫画に対する考え方、仕事以外の欲求を優先させるなどの理由があり、作者的にしっかりと完結させている。ヒカルの碁、囲碁を題材にした大ヒット作品、最終回がスッキリしない内容で中途半端に感じる終わり方だったため、当時打ち切り説が濃厚だった。その理由として考えられたのが韓国からの圧力、終盤での北斗杯にて日本が韓国に1勝し、それが原因で韓国側が抗議したのではないかと囁かれている。しかし単純にアンケート結果が悪かったからという噂もあり、真意は定かではない。